福江島北西部の溶岩台地に広がる五島列島特有の縁畑国土交通省国土シリーン地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成福江島は長崎県西方沖の五島列島を構成する島の一つである行政区分は長崎県五島市に属する南に離れた男女群島を除けば五島列島の南西端に位置する 島の面積326.43平方キロメートルは五島列島最大、日本国内では11番目の面積を持っている。2016年7月31日現在では人口38,481人となっている。南西部の玉の浦や東部の岸区、福江はリアス式海岸で複雑な海岸線を持つ。西側の外洋に面した地域では、 海食がけがよく発達する。湾は、富江湾、玉の浦湾、岸区湾、半島は、富江半島、三浦ラ半島などがある。また、島の各所に砂浜があり、海水浴場として利用されている。福江島の地形図島の中央部には、河口岩と沖石層からなる山内盆地があり、その周囲を、新大三気層の五島層群や、流門岩などで形成された。 標高200から400メートル台の山地が囲まれている。最高峰は西部にある標高461メートルの父が竹である。海岸に近い福江や富江、三井楽、岸区にはそれぞれ玄武岩室の火山と溶岩台地が広がっている。これらの山には福江川、市の川、浦の川、ワニ川、大河原川、中須川などの川によって谷が刻まれる。 周囲には、北東に、九下島、東には、タタラ島、屋根、小島、エ良ラ島、東の沖には、川島や津ら島、南に、赤島、大島、黒島、西に島三島や佐賀の島、北西に姫島など多くの島がある。津島海流の影響もあり、温暖タウンの亜熱帯海洋性気候である。植物では、クワズイモや、小便の木などの自生北原であるほか、 九州本土では、珍しい先島不要や、浜人町の自生地もある。動物では、鷹の一種八熊の渡りの中継地として知られるほか、昆虫類では、他地域から隔絶しているため、固有足となっているものもいる。ただし温暖な気候が災いして、台湾リスが外来種として侵入し、問題にもなっている。また、玉の浦の島三島に生息していた九州ジカも、橋を渡って、 福江島に侵入し、分布を広げている。太平洋戦争前に絶滅したとされていたイノシシが2009年から目撃するようになった。区下島や中通島から泳いで渡ってきた可能性があり、駆除が行われている。島の南東部には福江港があり、長崎市や五島列島各島をつなぐ海上交通の中心地となっている。長崎港からはジェットホイールで、 約85分、フェリーで約3時間30分。博多港からのフェリー航路もある。また、福江の南西に福江空港が位置し、長崎空港、福岡空港から空路を利用することができる。夏季には、関西国際空港からの直行便を利用することもできる。島内では、後島自動車により、路線バス、定期観光バスが運行されている。 石田城正門と内堀堂雑器店主堂福江島には以下に示す主な教会を含め14カ所のカトリック教会が存在する。福江島では劣勢調査中のドミンゴス中村長八神父が生まれ育ちカトリック司祭の証明を受けたという。秋人道六角位、福江島はかつて中国との航海の際の寄港地となっていて特に五島列島から 東、シナ海を横断して、中国大陸へ渡航する、検討支線が、最後に停泊する島であった。五島列島はミセ海岸の日出白い貝殻なの、砂浜が多く、水質も良い。ヤングマガジン27号における、沢口愛花のグラビア撮影場所にも採用された。ありがとうございます。